ちょっと待て、どういうことだ。ステージに巨大なクラーケンがいるぞ。あの後文献を調べていたら、あの魔道具の本来の用途が判明しました。あの魔道具はクラーケン寮のためのイサリビだったのです。イサリビ？魔道具から発せられる強い光で、海に住むクラーケンだけでなく、土の中に住む渡りクラーケンもおびき寄せてしまうのです。なんだそのとんでもない量は。これだから異世界は。そうとなればここは私たちの出番です。さあ行きましょう。こっちには牽制もいるんだから、あんなクラーケンちょちょいのちょいよ。ちょっと待て、今俺たちが出て行ったらショーはめちゃくちゃになるぞ。あいつらねえ、なんなのこいつ。なんでクラーケンがこんなところに出てくるわけ。理由はよくわからないが、観客がパニックになりかけているぞ。早くなんとかしないと。どうしよう、このままじゃショーが中止になっちゃうよ。せっかくここまでみんなで準備してきたのに、こんな状況じゃ。どんな状況であろうと、歌と踊りで観客を喜ばせる。それが踊り子であるアクセルハーツのやることじゃないのか。そっか、そうだよね。私たちのやることは、リア、シエロ、ショーを続けながらこのモンスターを倒すわよ。え？どんな状況でも観客を喜ばせるのがアクセルハーツのやることだってカズマが。プロデューサーが言ってたわ、エリカちゃん。そうだよね、それが僕たちのやれることだよね。確かにエリカの言う通りだな。私もその答えに賛成だ。それじゃあアクセルハーツ行くわよ。ちょっとしたトラブルがありましたが、アクセルハーツのナイトショーはまだまだ続きます。この度は本当にありがとうございました。おかげさまでナイトショーも大好評、客もますます増えそうです。ウォーターパークに来たというのに、結局水に入る間もないくらい働きまくったし、当然だな。でだ、例のあれは？こちらに水着美女の写真をご用意しました。この中から好みの女の子こ、この中なら誰でもいいのか。誰にしようかな、迷っちゃうな。なるほど、そういうわけでしたか。めぐみん、いつの間に。あまりにもカズマが必死なので、絶対に裏があると思って探っていたんですよ。カズマ、お前という男は自分の欲求を満たすためにみんなを利用していたのか。お前に言われたかない。開き直っちゃって救いようがないくらい最低ね。いや、これはなんというか。言い訳無用、水に浸かって頭でも冷やすといいです。うおりゃー、うおー、落ちるー。